来ました。ちょっとガスが出ちゃったけど、結構紅葉がもう始まってますね。さて、じゃあ登りますか。上の方、霧が晴れてくることを願って。さあ、11キロ、約11キロあります。ここで登山届出すみたいですね。よし、出していこう。よし、ゴー。そうですね、強いですね、4区なんで。寒地獄、すごい硫黄の、硫黄かな、ちょっと硫黄とは違うような、ガスだな。硫黄の匂いとガスの匂いもしてるような感じがしますね。
えてきました。と思ってるだけですよ。
い小屋からぐるーっと登ってきました。着いた、朝日岳。見てみて、右。次の山を目指してとりあえず行きます。食べれる場所が分岐点のここ椅子のところがあったので、ここでご飯食べたいと思いますね。今日のご飯なんですけど、今日のご飯はこちら、田舎うどん。昨日のイベントでいただいた、うどんですね。福島のうどんで、これパスタにしても美味しいってことなので、今日はパスタにしたいと思います。で、朝早く出てきてコンビニしか途中なかったので、今日もちょっとレトルトなんですけども、こちらのカルボナーラを作って食べたいと思います。そして、麦さんもレトルトで、丸ごと地鶏と国産野菜の地鶏スープ仕立て、こちらを上にかけて一緒に食べたいと思います。で、今日はワンポットパスタっていう、お湯を捨てないやつ、もう湯がいて、そのまま水分を飛ばして作るパスタで食べたいと思います。お箸忘れたんだった。ちょっとお箸を忘れたので、とりあえずこの辺の枝でお箸作りたいと思います。できた。まず麦さんの分ね、これ冷ましておきたいと思います。はい、完成しました。カルボナーラと待って、はい、完成しました。カルボナーラと、地鶏スープのパスタが完成しました。よし、食べよっかね。じゃあもう麦さんお腹空いてるだろうから先にどうぞ。はい、どうぞ。まあ、あいにくの霧で、こら、下に置いたら汚れるでしょ。こっちおいで、おいで、
茶がついて食べるね。美味しい。いや、ちょ、待ちなさい、待ちなさい。ほら、ほら、持ってくな。持ってったらダメ。あー、もうダメ。汚れる。はい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 。完食。あと綺麗に、器を綺麗にしたら完食。はい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 。はい。完食しました。ごちそうさまでした。よし。今日のドリンクは桃サイダー。こちらも昨日いただいたんですけど、福島県伊達産の黄金桃果汁使用の桃サイダーです。こちらと一緒に食べたいと思います。いただきます。あ、おいしい。お腹ペコペコだったからたまらん。美味しい。桃サイダー。あ、これも美味しい。桃サイダーって珍しいもんね。完食。ごちそうさまでした。あとはココアいただいて下山したいと思います。乗ってきました。